奇跡の人間、亀井さん。本名は明かしていないらしいんですよ。え、亀井らしいですよ。あ、亀井から、亀井っていうことから亀井さん。あ、仮の名の亀井から、亀の井戸で亀井さん。亀井。ほう、なるほど。ちょっとダジャレみたいな。そこから亀井さんって呼ばれてるらしいんですけれども、活躍したのは大正が終わってすぐの昭和初期。この当時高霊界というのが一種のブームを起こしていました。だから本当この時期は霊能力者がめちゃくちゃ街中にいたらしい。なるほどね、うん、ありふれていた存在なんですけれども、日本の心霊研究の立役者、心霊科学研究会というのを創設した浅野和三郎さんに、これは黒船来航にも勝るって言われたんですって。全然知らん人が言ってたお墨付き。なんか全然知らん人が全然知らん人のことを称えてたわ。